オフィスロビー武田グローバル本社は東京都中央区日本橋本町に所在する超高層ビルである。武田薬品工業が東京本社機能を置く。武田薬品工業は本ビル建設以前は中央区日本橋2丁目の東京武田ビルに東京本社機能を有していた。東京武田ビルの老朽化や地震への対応から明治時代より武田薬品が 東京での拠点を置いていた日本橋本町への移転を決定した。新社屋の建設は、武田薬品、武田薬品不動産、三井不動産の三社共同で進められ、2015年2月6日に新東京武田ビルを着工。約3年の後期を経て、2018年3月20日に、竣工。同年7月2日にオープンした。総工費は618億円であった。 筋ビルに置く東京武田ビルと武田新江戸橋ビルは高島屋に売却され、東京武田ビルは高島屋グループ本社ビル、武田ビル、武田新江戸橋ビルは高島屋グループ本社、第2ビルとして高島屋のグループ会社の本社や日本橋店の事務所等に使用されている。中央通りから東、 日本橋室町の村ビルを隔てた一角に位置し、最寄り駅は東京メトロ銀座線三越前駅、JR 総武快速線新日本橋駅となる。本ビル南側には三井不動産が中心となって進めてきた日本橋本町二丁目特定外区開発計画に基づく広場空間福徳の森と福徳神社の社殿が2016年に完成した。 日本橋本町は江戸時代から薬問屋が多く集まる町であり、薬草神社が近隣の東京薬事協会事務所屋上から福徳の森に移された。地下4階、地上24階建てで4階より上のフロアは武田薬品のオフィス。地下1階から地上2階にかけてはスポーツクラブ、ティップネスや台湾茶の店、三木茶、飲食スペースを有する。 長谷川支店など、社外のものも利用できるテナントが入る。クリエイティブディレクターの佐藤柏のデザインによる木材をふんだんに使用した内装と生きる力をテーマにして、生、水、光、土、木、人、絆、未来の8つの漢字をモチーフにしたアートが特徴である。2019年4月には1階ロビーに幅10メートルの LED モニターで生命と 体に関するコンテンツを上映する、武田ライフシアターが完成した。ありがとうございます。